ということで今回はサザビーの攻略をやっていきたいと思います。で基本的に1から 3P は火力のないキャラを編成しております。でまずクエストのコンセプトとしてはクロスゾクロを倒すことによって、まあ、周りに今モヤモヤがあると思うんですけども、こちらにダメージスモックって言って受けたら、まあ、受けた分だけ攻撃力がアップします。ただ HP 管理には気をつけましょうよという、まあ、そんな仕様のクエストとなっていますね。なんでまず最優先で倒すものとしてはクロスゾクロで、時点でダメージスモックが出てくるので、ダメージスモックを受けたらドクロマークですね、こちらをの雑魚を倒して HP 回復をしていくっていう感じになります。でこの編成の基本的な立ち回りとしては、ドクロ雑魚はキラーマシーンとかで倒す、でボス火力とかこういうね今ちょっと HP が多めの大きいギャラクシーとかの処理をしていくという、まあ、役目になりますね。まあ、キラーマシンでも基本的にこういうね小さい雑魚とか、まあ、挟まれる系の雑魚に関しては、まあ、全然挟まって倒せますので、まあ、火力のないキャラを編成する際はこんな感じで立ち回ってもらえればいいのかなとは思います。まあ持ってる人とかはね全然ギミック対応キャラ、まあ、カイドウとか結構強いので、まあ、そちら編成してもらえればいいのかなとは思いますね。であとは普通にニューガンダムが、まあ、ドレインとかバリアエッセンス持っててめちゃくちゃ強いので、まあ、そちら採用していただければなと思います。でボス戦からに関しては結構ね、まあ、ボスをカンカンしてダメージを出していくことが多いので、まずはいつも通りクロスドクロでダメージスモークが出てきたらドクロザコを倒しつつ、まあ、HP 回復してボスに火力を出していくっていう手順ですね。でボス1ボス2とかは結構いいんですけども、ラスゲがねやっぱこういう1から 3P 自陣で、まあ、火力のないキャラをね編成した際に火力が厳しいので、まあ、しっかりね挟まることを意識すれば、まあ問題、まあ1回勝てばいいので、まあ何回も挑んでいれば、まあ全然勝てるかなとは思いますね。まあ、今回上級曲の中でそんな難しくはない難易度なので、まあ根気よくね、頑張って倒してみましょう。で、こういう感じで、まあ上にね、今キラーマシンがいて、HP 管理がしやすい状況なので、こういう場合はね、もうどんどん攻めちゃっていいのかなとは思いますね。で、あとは上のシールドの間、挟まって、まあ弱点。ある箇所とか挟まっていければ、まあ、火力は出せるのかなとは思いますね。結構ねこの挟まっていく位置が割といやらしいので、まあ、ここはね気合で挟まって HP 管理しつつね挟まっていってほしいところですね。でここに関してもね、まあ、バックとかが残っているので、まあ、ラスト千早の SS でフィニッシュするっていう考えでしたね。まあ、どうしてもやっぱキラーマシンだとね挟まっても火力出せないんで、まあ、他のキャラ無課金キャラとかでも同じだと思うんですけど、まあこんな感じで、まあ、本当に千早を軸に立ち回っていくっていう感じですかね。まあ、非常にアジン同士で組みやすい編成でした。ということで以上シャーズナブル&サザビーの攻略でした。終わります。